ダカールは、セネガルの首都であり、ダカール州の州都、アフリカ大陸の西端に位置し大西洋、横断貿易において、重要な位置を占め、この地域の主要港湾であり、コートジボワールのアビジャンと並んでフランス5県、西アフリカの商業の中心都市である、人口209万8648人、ダカールラリーの終着点だったことで知られている。 1888年のダカール16世紀から19世紀にかけてダカールは大西洋を横断する奴隷貿易の中心地であった。ダカールから船でして西半球へ運ばれた奴隷の数はアフリカの他のどの単一の港から運ばれた奴隷の数よりも大きい。ダカールから運ばれる奴隷はゴレ島のエスト隷要塞に集められ船に運び込まれた。 エストレイ要塞は20世紀になってセネガル政府により修復され、現在は博物館になっている。ダカールの都市部はフランスにより建設された砦を中心に形成された。1902年に三類に代わり仏領に西アフリカの首都となった。第二次世界大戦中、セネガル植民地はビシー政府に忠誠を誓ったため、1940年9月、 シャルル・ド・ゴールの自由フランス軍がダカール港を攻撃したが失敗に終わったことがある。第二次世界大戦後、フランスからの独立に際して1959年から1960年の間、ごく短期間ではあるが、マリ連邦の首都となった。マリ連邦の解消後にセネガルの首都となり、現在に至るダカールの衛星写真ダカールの機構は温暖である。ダカールは、 結辺の気候区分によると、ステップ気候に分類され、雨季は短く寒気は長い。雨季は7月から10月までであり、残りの8ヶ月は寒気である。年間降水量は、推定540ミ、mm、リメートルである。ダカールは、大西洋に面し、年間を通じて、海風に冷やされるため、にやめやんじゃめなほど暑くはならない。ダカールは、大西洋上に突出した、半島上に位置する。 都市の中心は、半島南端部のプラトー地区であり、政治及び商業の中心として機能している。半島北側の海岸は、サスや砂丘が発達しており、半島南側は北に向かい湾曲しているため、天然の良好となっていて、大規模な港湾が存在する。都市の急成長に伴い先端部から都市域が拡大しており、半島部はほぼ都市化され、付け根、ベルナール湾、 プラトーダカールの街並み西アフリカ商業の中心地の一つ、西アフリカ諸国中央銀行の本部がある。市内の目抜き通りは、ポンピル通り。中心部には、国内最大のサンダガ市場、魚類に強いケルメル市場、魚類専門のスンベジュンがある。ダカール市は、軍と19区に分かれている。市内交通の中心は、カールラピットと呼ばれる乗り合いバス。 セットプラースと呼ばれる乗り合いタクシーとタクシーである、セネガル大統領府、ありがとうございます。